よし、できたぜ。唐揚げもりもり、もりもり、唐揚げもりもり、唐揚げパーティー。3種類の味、ノーマル、焼肉のタレ、塩。やっぱね、唐揚げのお供は俺はハイボールで、ナミコはビール。はい、こちらキリンビール一番搾りでございます。案件来た？来てないです。よし、はい、乾杯。乾杯。ういすいすい。あーがー、いただきます。通常から、はい、いいね、いい仕上がりじゃない。いただきます。うまっ。トレビアン。なみこ、この食う前に3つつまみ食いしてるけど、うん、うますぎる。やっぱさ、つまみ食いしてさ、ベロ焼けるしさ、指いっぱい。鶏肉は1枚あたり 162.5 円です。業務スーパーです。安い、わかんないけど。でも2キロ入ってるよ。あ、そう、2キロ入り。なので近くに業務スーパーある人は鶏肉は買いだめがおすすめです。ちゃんと国産とね、ブラジル産があって、ブラジル産鶏肉ってなんかね、臭いとかね、言うらしい。だから一応国産買って、その値段1290円。現金払いだけだっけ？あ、ギョス現金だけだ。こっち食べた？うん、待ってない。せかさないで。せかしてないよ。何のペースで食べてるか。では塩いただきます。塩唐揚げで調べて一番上に出てきたレシピ、うん、塩。うん、あ、塩、あっさり。おお、あっさりしてる。え、塩じゃん、めっちゃ塩じゃん。待って、余裕で全部食べれるかも。お酒飲んでる時さ、ご飯よく食える？うん。え、お酒飲んでる時も普通に米食べる？うん。マジ？うん。え、外で飲んでても、うん、チャーハンとか食べれる？いっぱい食べるの？うん。5対5ぐらいで。うん。すげえ。え、飲んだらお腹いっぱいにならない？飲み物を飲まない。あ、逆に？お酒あんま飲まないでご飯食べるんだ。うん、うん、やった！やばいやばい、これカットで、これカットでしょ。すごい、今自分の顔がすごかったの。びっくりしてね、こんな入っててそれに言われちゃった後で全然。すごかったから。いやー、ぶちかましちゃったよ。今日が2月25日の日曜日、あと3日で同棲始めて3ヶ月になるんですけども、どうですか？どうですか？今日私が MC なので。 MC のみか。どうですかと具体的に。みかって言わないで。非公開じゃないでしょ。非公開じゃない。でもあんま知らないと思う。いや、そうね、友達もナミさん、ナミさんって下の名前でだと思ってるやつが多かった。名字だよって言った。って言われる。じゃあ MC ナミさん、どうですかとは。感想だよ、感想。何がいいか3つ言って。1個目、一緒に暮らしてよかってか、よくはこれ嫌だなってことは特にないんだけどね。よかったなって思うのは、やっぱ仕事的にやっぱナミコがちょっとね、帰りが早いタイミングが多いから、うん、帰ってきた時にご飯とかやっぱ作ってくれるわけよ。作ってくれるから、そういう時ね、あ、嬉しいなって思うよね。美味しいしね、ありがてえなって思うね。はい、2個目お願いします。いや、まだ1個目終わってないし、嬉しいだろ。そうでね、やっぱそう、一緒に住む前は俺結構もうね、片道2時間ぐらいかけてね、仕事行ってたりして、栄養のないご飯食って寝るだけみたいだったから、そこはね、もう整いましたね、体調が。
まあ、別に前は悪かった、別に前も悪くなかった。前髪が。二つ目は、前とはできない遊び方できる的な。で、カップルってさ、的な。デートしようみたいな。週末どこ行くみたいな。何する、映画見に行く、うん、遊園地行くみたいなさ。やっぱあるじゃん。どんどんネタ尽きるやん。でもなんかその一緒にすることによってさ、これ買いに行こうよみたいな、これ見に行かないみたいな感じで、ニトリとかさ、無印とか行けるやん。そういうなんか目的のないデートみたいなのがね、それが楽しいよね、うん。でやっぱ2人で選んだものを買って自分たちの家に置けるみたいな。でもマジ最初家具選びで大喧嘩ぶちかましたよ家具選び以外でも大喧嘩ぶちかますけど、うん、最近は結構減ってきた方じゃない。確かにここ 2,3 週間めっちゃ平和じゃない。うん、ここ 2,3 週間は平和。同棲したてはバチるんじゃない、みんな。でも3つ目なんだろうな。3つ目何、小さい脳みそで考えなさい。ちょ、喧嘩だよ、マジ。パワーツーサーカーだ。でかいし。爪は、なんかシンプルに一緒に家事とか掃除とかするの結構楽しかったりするよね。違うか、うん、ちょっと面白くないか。で3つ目は、なんか単純にこう、一緒に家事とかしてると、あ、一緒に住んでるなって感じするよね。よかったね、じゃあ一緒に住んでね。で、ナミさん、ナミさんは1個目は、あの土日とかに予定入れられても何とも思わなくなりました。あー、それあるね。マジ双方ありがたい。肘ついて食べてた。あー、やばいやばい、そうだった、ごめんなさい前は土日になんか釣り行くとか言われると結構不機嫌になってたんです。なんでって、いるし一緒に遊ぶって言ったじゃんって言って不機嫌になってたんですけど、そういうのがなくなりました。もうそういう感情さえ起きない、いってらっしゃいって、無事ありがたい、お互いありがたい。自分も嫌な気持ちにならないし、不機嫌になって結局一緒にいてくれたりもしたけど、なんかごめんなって気持ちももちろんあるから、どっちも嫌な気持ちだから。いや確かに、でも一緒にいてくれないとそれはそれで嫌だけど、一緒にいてくれてもなんかごめんなって感じだったから、自分も嫌な気持ちにならないし、リン君も楽しんでこれるなって思えるから、それはいいかな。今やね、もう普通に土日普通に遊びに行ってもね、行ってらっさーいって感じだから。うん、帰ってくるし。あ、そう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 遊んでくるって言ったら、あ、じゃあ帰りますという感じで。いや、そう、すぐ帰るすぐ時間帰る、月にぐらいの帰りすぎって言われた。すぐ帰るから。え、帰りすぎって言われる。ナミコは実家帰った時になんか LINE で寂しい、早く帰ってきてほしいとかたまに来るんだけど、いや全然いいよ全然いいよ、楽しいんだよ楽しいんだよそれ隣で、あのママが見てバカ適度にこうやっぱ一人の時間を設けるのも設けられるポイント、めっちゃいい。はい、次。平日の夜の番組を一緒に見れるのが面白い。おお、あ、確かに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 、いいね、それいいとこついた。夜更かし、あと世界仰天ニュース、うん、なんかあのミステリー、ミステリー系ミステリー系、海外のミステリー系、金曜ロードショーとか、うん、そういうのが、あ、面白い。詰まってないの。あ、美味しいご飯が食べられるところ。あ、そうね、だいたい平日、休日。いや、そう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 って感じなんで、土日はもう全任せ、朝から夜まで全任せ、リン君が担当するんですけど、リン君の方がご飯美味しいんで。いや、そんなことないっすよ、マジで。で、だいたい何食べたいって聞いてくれるから、とんかつ食べたいとか、ペペロンチーノとか言うと、もう本当レストラン並みの美味しいの作ってくれるんで。飲みすぎだろ、マジありがたい。いやね、別になんかね、その家事ブレーキとかしてないし。それは結構大揉めしたけど。あ、そうそうそう、火事で大揉めしたよ。なんか俺が洗濯をやらなすぎたみたいな。マジ洗濯しない。いやいや、そんなことでタイミング的にじゃん。たまたまや。最近やってるやん。そういう風に落ち着いた
いや、そうそうそう、なんかね、そう、ナミコは誰、俺が何々担当、私何々担当みたいなのをやろうって言ってたけど、それね、人に、まあ人によると思うんだけど、俺はあんまりなんかおすすめせんかなみたいな。どっち？これやった方が次これやる。洗濯回して干したら畳んでしまってねとか、ご飯作ったらじゃあ皿洗ってねとか。ああ、そういうことか。確かに確かに、それはご飯とか分けると大変だから、じゃあこっちはやるねってやったら、なんか干して畳んだら、あ、干してくれてありがとうねって思えるし、半分半分方式でなんか落ち着いてる今は。それも別さ、なんか別にさ、これだからこうしようねみたいな感じ、ルール決めたわけでもなく勝手にそうなったよね、うん、得意不得意でなんか分けたって感じ。俺もさ MBTI やったんだけどさ、なんかナミコの出た結果と俺の MBTI 相性最悪なのね、なんか悪い一番悪いみたいに出たのに、ね、ここにやっとこい、ここにこの己の MBTI をね、これね ISFJ、なんだっけ、擁護者 ENTP でしょ、討論者ね、討論者出てんなみたいな、あるあるよ本当に、ある、本当に合わない、えぐ、そんな言う、うん、そんな言うんだ、本当に合わないよ、だって全部逆なんだから、あ、E と I、 そこでちょっとやりたいこと、あみだくじみたいやって、編集編集で、うん、分かった、はい、いいってOKOK、 だって全部が真逆なんだから合うわけないじゃん、そうなの？まあ一番上は結構、まあそんなに関係ないかも、うんうんうん、めっちゃ、あ、外交か内交か、外交はそんなに関係ない、ね、だって愛愛だったら多分あんま外出ないとかさ、なんか本当にでも外出るじゃん、いや分かる、違う、なんていうか、なんか充電が切れちゃいました。 MBTI 差を感じたことある？性格ある、あるよ、いっぱいあるよ、喧嘩した時に全部論破してこようとする討論者だから、なんか一つ一つに対して、そういう意味なの討論者って、うん、なんか全部感情を抜いて話してくる、結果こうじゃんっていうのをグワーって言われるから、え、違うじゃん、あと例えをすごい出して、え、でもさ、っていうことはさ、これってさ、こういう時さ、こうじゃんみたいな、その例え話大好きじゃん、例えばさ、自分たちが起きてることをなんかもうちょっと分かりやすいことに例えて、え、でもさ、こういう時ってさ、こうやってするでしょ、だからそれっておかしいでしょ、実は人間の話を、人間と人間の話をしてるのに、なんか動物とか、いや、それはないって、自然の中の何かそういう、またちょっと違うやつだけど、なんか言いたいことは同じようなことで、感情的なタイプと論理的なタイプだから、喧嘩した時になんかそういうこと言ってんじゃないのにっていうのがめっちゃ多い。いや、マジ一生分かり合えないよね、うん、本当に分かり合えない、大変だよね、わらわら、まあ、でも結果こうしてね、仲良くねやってるよね、うわ、すごすんだ、悲しい、仲良くやってます、もう嫌われたかも、この動画ちょっと最後かもしれない急にチャンネル閉鎖してたらそういうことだって、ちょっとあの理解していただけたら幸いですわ。やばいやばい、あのそう、2人とも携帯のストレージが満杯になって、これもなんかちょっと急いで動画消して今撮ってるんだよ、もう終わります、ごめんなさい、すいません、ちょ MBTI はまた今度で、唐揚げはね全部食べれなかったから、6個残しです、明日の俺のお弁当になります、じゃあちょっとまた今度 MBT やりますね。そんなんでいいの君？バイバーイ。バイバーイ。